いけないボーダーラインから一度だけの恋ならまで一気に来たけど盛り上がってる？まさかここ東京までウィンダミアが攻めてくるなんてね。キャワワーナジグーリちゃんも守ってくれてたけどみんな大丈夫だった？盛り上がってくれたから私たちのフォールドレセプターもいつもよりアクティブ。暑いから水分補給は大事だけど銀河リンゴと遺跡の水を一緒にしちゃダメダメ。風の歌でマインドコントロールされやすくなってるから混ぜるな危険。ところでみんなの近くにバール化してる人はいない？大阪と名古屋のバールはなかなか沈静化してくれなかったんだよね。うわぁすごい、みんながこっちに押し寄せてくる感じがするね。バールだらけだ。お前の人苦しいんじゃない？みんなでちょっとせーので一歩後ろに行こうか。いい、いい子だからできるよね。行くよ、せーの、よっ。下がった？みんないい子。もう一歩行く？前の方には女の子もいるんだよ。そうだよ。行くよ、もう一回。危ないよ。せーの、よっ。よいしょ、ちょっと待って。下がってる。よくできました。みんないい子ね。大丈夫かな、みんな。まあ東京のバール発生危険率はまだまだ高めってことですな。うん、じゃあ東京でも会場のバール発生危険率を下げるためにまだまだ行くわよ、ミクも。みんなもまだまだ行ける。じゃあここで私たちとみんなで一緒にワルキューレサインを交換して私たちの歌の効果をもっと上げていきましょう。私たちが超時空ヴィーナスって言ったらみんなサインをしてヴァルキューレってコールしてね。サインは片手でも両手でも二人でも大丈夫。片手はこう、二人はこう、両手はこう。よっ、かなかな。あら、マキナ、かな、ご機嫌直して。両手はこう、二人はこう、二人はこう。千秋楽ぐらいはね。あ、ありがとう。はい、じゃあ私たち一人ずつ行くからね。みんなお付き合いよろしくお願いします。まずはミクモ。じゃあ皆さんクールな感じで行きますよ。せーの、超ズクビーナス。それじゃあ男の子だけで行くよ。超時空ヴィーナス。じゃあ次はキャバワーな感じで女の子だけでいくよ。せーの、超時空ヴィーナス。じゃあ最後は2階席も声出してみんな一緒に命がけで超時空ヴィーナスワルキューレ。超時空ヴィーナスワルキューレー。お帰りだよ。ただいま、コノミさん。みんな盛り上がっとるんかね。おーイエーフーフーフー。でも残念やけど次の曲で最後なんよ。落ち着いて落ち着いて、そういう時もある、しょうがない。だから最後だから最後こそみんなでゴリゴリ盛り上がってほしいよ。そんでもってネタバレをしちゃうと最後の曲はルンがピカッと光ったらなんやけど、みんなにお願いがあるんやけど聞いてもらえる？あなた、ピカッとルンが光ればボーボーボー。そう、説明いらんね。そんな感じでやってほしいよ。だけどもうちょっと声が大きい方がいいのでね、練習をしようと思います。いきますよ。ピカッとルンが光れば、せーの、ワン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 。もう一回やろっかね。ピカッとルンが光れば、せーの、ワン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 。都会の力はそんなもんじゃない。
光るんが光ればせーの、わー